さん大変お待たせいたしました。これからオンライン気象がんミートザエキスパート第18回気象がん診療研究における腫瘍内科の役割を国立がん研究センター東北大学九州大学合同開催を始めたいと思います。私は司会を担当いたします国立がん研究センター気象がんセンターの加藤陽子です。どうぞよろしくお願いいたします。今回このようなテーマを初めて取り上げました。腫瘍内科っていうのは気象がんの診療研究においてとても大切な診療科です。ただ施設と地域によっていろいろと役割が違うということで、今回東北でここの関東で九州と分かれてそれぞれ紹介していただきたいなというふうに思って企画いたしました。最後に腫瘍内科のすごく先輩である安藤先生から閉会の挨拶としてコメントいただけたらというふうに思っております。では開会の挨拶を西舘澄人さん、一般社団法人日本気象がん患者会ネットワーク副理事長で NPO 法人ジスターズの理事長でいらっしゃる西舘さんにお願いいたします。西舘さんは開始前の音楽付き動画でコーラスをしていただきました。とっても若い時の西舘さんの写真も使わせてもらっておりますので、西舘さん開会の挨拶どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました RCJ、日本気象がん患者会ネットワーク副理事長の西舘でございます。RCJ は日本名にですね、患者会ネットワークとついております通り、気象がん患者会の連合体でございまして、私もベースとなる活動としましては、消化管に発生する消化管間質腫瘍、通称ジストと呼ばれる気象がんの患者会の理事長も務めております。気象がんはですね、一般的なががんに比べまして非常に情報が少ないというのは、周知の事実だと思いますけれども、さまざまな気象がんにつきまして、その分野のエキスパートと呼ばれる先生方がご講演くださるというのが、この、気象がんミートザエキスパートということで、気象がんの患者さん、あるいはご家族の皆さんにとりまして、これほどためになって、そして学びと気づきの場を提供していただけるということはですね、非常にありがたいことですよね。おそらく個々の気象がんの患者会でやろうとしても難しいと思いますし、患者会のない気象がんがとても多いということも考えますと、この気象がんミートザエキスパートの開催はですね、気象がんセンターだからこそできる、その最たるものではないかと思います。さて本日はですね、気象がんの診療研究における腫瘍内科の役割ということなんですけれども、先日ですね、原発不明がんの会にも私ゲストとして呼んでいただいたんですけれども、原発が分からなくても治療は開始できるんだという話がありまして、それを聞いて非常に勇気をもらったという患者さんも多かったと思います。で、気象がんではなかなか診断がつかない、あるいは原発がどこか分からないので、診療科が決まらないということが多いと思いますけれども、本日の告知のポスターにも書いてありましたようにですね、そういう気象がんにおいて腫瘍内科の果たす役割が非常に大きいと言われています。それがどういうことなのかということをですね、私も今日は皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。今日の開催は私も非常に楽しみにしておりました。先生方、そして加藤さんもよろしくお願いいたします。以上です。西舘さん、どうもありがとうございました。西舘さんには後半の Q&A の時にまたご登壇いただいて、コメントといただけたらと思います。よろしくお願いいたします。では早速ですが、東北大学の紹介を高橋正信先生にお願いしたいと思います。高橋先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。東北大学の高橋と申します。では私はトップバッターということで、気象がん診療における腫瘍内科医の役割、少し総論的なところと、東北大学病院の取り組みについて簡単にご紹介したいと思います。まず気象がんに限らずですね、がんの治療というのは、手術中心の時代からですね、最近ここ特に10年20年は、集客的な治療の時代に入ってまいりました。昔はですね、外科治療というのが、何といっても重要だったわけですけれども、今でももちろん、外科手術の大事な治療の一つなんですが、その中でもですね、いろんな治療が出てきたところで、薬物療法の重要性というのがここ10年、20年で、非常に大きくなってまいりました。こちらですね、腫瘍内科医が主に参加しているこの日本臨床腫瘍学会というのがあ
ですが、そこのホームページから持ってきたわけですけれども、今現在のがん治療というのは、外科医だけではなくて、放射線科医や、あるいは、化学療法を扱うがん薬物療法専門医、そして、薬剤師や看護師、そして緩和ケアチームですね、チーム医療が、必須だというふうに言われています。で、その中でも、私は、この腫瘍内科医でございますが、今現在国内ではですね、1600名の、腫瘍内科の専門医がいるというふうにご理解いただければと思います。今現在ですね、多くの人ががんになるというのはご存知だと思います。2人に1人が生涯においてがんと診断されまして、3人に1人はがんで亡くなる時代であります。最新の統計ですと、年間100万人ががんと診断されまして、38万人の方が残念ながらがんで亡くなってしまう。罹患数、がんにかかる方、順位の高いものから臓器ごとに分けていますが、罹患数でいうと大腸がんが1位ですし、死亡数ということですと、1位が肺がん、そして2位が内大腸がん、3位に胃がん、水道がん、肝臓がんというような順位になっています。本日のテーマであります、この希少がんでございますが、これは人口10万人あたり6例未満の稀ながんのことを指します。例えば先ほど頻度の多い大腸がんというのは、人口10万人あたりのがんにつくのは123人ということでございますので、非常に、頻度が少ないというのはお分かりです。腫瘍の中でもですね、さらにいくつも種類が分かれていまして、骨軟部腫瘍、神経内分泌腫瘍、脳腫瘍などですね、細かく言いますと約200種類ぐらいあるということで、もともと稀な希少がんなんですが、それも種類も非常に多くてですね、一つ一つの疾患というのは非常に稀でありますので、診断治療法が確立していない場合、が多いというのが特徴であります。従いまして、どの病院診療科でも診療を必ずしもできるわけではないとして、しかもそれは希少がんの種類によってもですね、ある疾患は治療できても、ある疾患は治療できないということがあるということでございます。ここが問題点でございます。東北大学病院のご紹介ですが、入院患者数、外来患者数、ご覧の通りでございますが、私どもはですね、東北、特に東北地方の中で、各拠点病院ということで、機能を持っておりまして、がんゲノム医療中核拠点病院、臨床研究中核病院、都道府県がん診療連携拠点病院、造血幹細胞移植推進拠点病院、そして小児がん拠点病院などですね、各がんの拠点病院の機能を果たしております。で、私どもの腫瘍内科の診療実績を示しています。これは昨年度の新患患者数の疾患名の内訳です。食道がんや大腸がん、頭頸部がん、膵がん、胃がんなどですね、こういったがんを中心に見てございますが、希少がんというですね、分類で見ましても、いくつもの希少がんの病気を診療してございます。骨軟部腫瘍であったり、原発性がんであったり、皮膚がん、神経内分泌腫瘍、あるいはその他のですね、がんの患者さんを診療しています。で、これは希少がんに限らずですが、これまでのですね、がんの抗がん剤治療というのは、なかなか限界がございました。これは例えば大腸がん患者さんを対象とした抗がん剤の有効性を調べる臨床試験の例を示しています。これはカプラインマイヤー曲線といいまして、少し、難しい曲線でございますが、基本的にはこの曲線が上に行けば行くほど治療法としては有効だということを示していますが、これはある新規分子標的薬が従来の抗がん薬と併用することでですね、効果を上乗せしたという試験でございますが、実際には効果は上乗せされているんですけども、その効果は決して大きくない。ただ、これでもですね、治療法としては改善されたということで、保険診療として承認になるというような治療開発がこれまでなされてきました。で、ただ、当然ながら患者さん全員に効くわけではありませんし、副作用も上乗せされる可能性があるというのが、これまでの課題だったわけでございます。
ここ最近はですね、個別化医療を目指すということで、今まではですね、同じ病気、それは希少がんの患者さんでも同様ですけれども、同じ疾患の患者さんを同じ治療を行ってきたという時代がこれまで続いてまいりましたが、最近はですね、分子診断などで患者さんを層別化して、より効果の高い、そして副作用の少ない治療を開発しているということがなされています。例えばこれは一つの例でありますが、肺がんですと、この EGFR の、活性型変異といいまして、がん遺伝子ですが、この変異があった場合に、ゲフィチニブという分子標的薬を使うと、先ほどの曲線よりもですね、明らかに分子標的薬の効果が上回っているということがわかると思いますが、こういったですね、特定の分子異常に対して、特定の治療を行うというような開発がされつつあります。肺がんに関しましては、今の EGFR とか他の遺伝子変異でですね、続々とそれをターゲットにする治療が開発されつつありまして、個別化医療が、メジャーながんでは、少しずつ進みつつあるということであります。一方で、希少がんに関しましては、最初にご説明しましたように、なかなかですね、大規模な臨床試験を行うこと自体が難しいということがありまして、有効な治療薬が一部の癌種あるいは一部の遺伝子変異に限られているということがございます。さらに遺伝子変異の検査自体もこれまでは癌種ごとであるとか遺伝子ごとに別々に実施しているということがございました。そこで今度はですね、臓器別あるいは疾患別ではなくて特定の分子異常に注目して新しい抗がん剤を使うという取り組みがなされてまいりました。これはマイクロサテライト不安定性といいまして、DNA ミスマッチ修復異常のある患者さんに、免疫チェックポイント阻害薬というですね、ここ10年では一番注目を浴びている薬でありますが、これが非常に有効だということが分かったということがあります。大体全がん種の数パーセントの方に、そういう方がいらっしゃるんですが、割合としては低いかもしれませんけれども、この MSI、ミスマッチ修復異常がある症例に関しては、非常にこの、免疫チェックポイント阻害薬が直行する場合があるということが分かりまして、2018年末には、この治療というのが保険証になっています。で、これはがんの治療の世界ではですね、臓器の限定なしで承認になったというのは初めてのケースでございました。ですので、今後はですね、こういった分子標的、臓器横断的な分子標的治療の開発が、なされていく。という時代になっています。これは2つ目の例ですけれども、これはさらに稀な NTRK 融合遺伝子異常というのがあるんですけれども、これも各がん種では非常に稀なんですが、もしこの遺伝子が陽性だとですね、この NTRK 融合遺伝子の薬剤が非常に有効だということを示しているんですが、これも2019年にその阻害剤が承認されていますけれども、臓器別ではなくて、臓器横断的に治療を行う時代が、来ています。そして、がん薬物療法というのは、臓器横断的なですね、治療に対応できるような、腫瘍内科医、あるいはがん薬物療法医というのが、この治療に対応できるように、今、仕事をしているというところで、おそらく今後はですね、がん薬物療法というのは、この医療側の立場ですけれども、腫瘍内科医が中心になっていく。ではないかというふうに考えられます。さらに最近は、がんゲノム医療というのが、推進されつつあります。このがんゲノム医療、のですね、提供体制を示していますが、これは各地域でですね、東北地方であれば私ども東北大学病院ですが、今日また講演いただきます先生方の病院ですね、国立がん研究センター中央には九州大学病院も、それぞれの地方で拠点病院になってございますけれども、この青字のですね、拠点病院を中心に、がんゲノム医療を推進するというのが、ここ数年国策として行われています。そしてこのがん原子パネル検査というのは2019年に保険適用になったんですが、数百のがん遺伝子、がん抑制遺伝子の変化を調べることで、今まで保険で認められていた最善の治療である標準治療以外の治療を見つけるということを目的に行うことになりました。対象患者さんというのは標準治療のない固形がん患者、これは希少がん患者さんが該当します。あるいは標準治療が終了となった固形がん患者、
例えば大腸がんや肺がんなどですね、メジャーながんが含まれますが、こういった患者さんを対象に行うということが保険診療で可能。少し細かいところを省きますが、いくつかの遺伝子パネル検査が保険で使える状況になっておりますが、今現在ですね、ただ必ずしも検査をしたから 100% の人が新しい治療が見つかるというわけではございません。そこが課題なんですが、約 10% 弱ぐらいの方が実際に新しい治療に対する治療の選択肢が出てくるということでございますが、ゼロではないということが大事なことだと思いますし、さらにこの割合をどんどん増やしていくということが今後の我々の課題だというふうに思っています。東北大学病院でこのがん遺伝子パネル検査によって治療の提案率の調べています。これはちょっと英語で大変申し訳ないんですが、希少がんの病気の場合にもですね、大体 10% から 20% ぐらいは、新規の治療が提案できるというデータがございまして、希少がん患者さんもですね、この遺伝子パネル検査を受けていただくメリットというのは十分にあるだろうというふうに思います。でさらにこの希少がん患者さんの診療というのをですね、今後開発するために、まずは全国規模で、患者さんを登録してですね、実際どういった治療が行われてどういった、特徴があるかというようなことをまず情報集積する必要があるということで、このマスターキープロジェクトというのが行われています。これは後ほど詳しくは、これから下井先生などがご解説されると思いますので詳しくは省きますが、こういったことを全国規模で行いまして新規の治療を開発していくということに私どもも取り組んでございます。現在まだまだですね、がん治療というのは発展途上ではございますが、10年20年前まではですね、夢のようだった、オーダーメイド医療というのがだんだん実現しつつあるということはご理解いただければというふうに思います。つまりがん患者さんの個性に合わせた治療法が開発されつつあるということでございます。まとめですが、希少がんは稀な病気ですので診断治療法が確立していないことが多いのが課題です。これまで臓器別に開発された抗がん薬というのが臓器横断的に開発されるようになりまして、一部は希少がん患者さんでも治療に使われるようになっています。希少がん患者さんでがん薬物療法を行う場合には希少がんを診療する専門医、内科側であれば腫瘍内科医でございますが、場合によっては核疾患の専門医ということもございますがいるような分、そしてできればがん遺伝子パネル検査が可能な施設の治療をお勧めしたいと。臓器横断的に抗がん薬を用いることが専門の腫瘍内科医がゲノム医療時代における抗がん薬治療の提供、そして新しい治療の開発において中心的な役割を担いまして、がん患者さんの治療をお手伝いしたいというふうに考えてございます。社長でございます。私から以上です。ご清聴ありがとうございました。高井先生どうもありがとうございました。私リクエストしたがんゲノムについてもご講義いただきましてどうもありがとうございます。Q&A で、西舘さんの方からゲノムについて先生の方に質問があると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。では続きまして土橋先生。はい、九州大学の土橋健一先生、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。見えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。じゃあ高橋先生に続いて、私九州大学病院の腫瘍内科の土橋健二が、九州大学病院における、希少がん診療研究における腫瘍内科の役割ということでお話ししたいと思います。高橋先生の方からはいろいろ総論も含んで希少がんについてお話しいただいたということで、私の方からは、より病院個別のところで腫瘍内科がどういうふうに活動しているかというのを意識して内容を作らせていただいております。まず九州大学病院のご紹介になります。九州、沖縄、山口、これは地図になるんですけれども、このように各県に基本一つの都道府県がん診療拠点病院があり、福岡は当院と九州がんセンターの2つになっております。その他がん診療連携拠点病院がこのような数あります。で、九州大学病院はこの九州の福岡県の中でもこの北西に位置するところにあります。
九州大学病院 の統計データになります。病床数は1267床になります。診療科としては以下39科、歯科、12科、合わせて50科以上のさまざまな診療科がある状況です。外来患者数さんの数としましては、1日3000名を超えています。少し見にくいスライドになるんですけれども、私たち腫瘍内科はここに位置しています。血液、腫瘍、心血管内科の中のこの腫瘍内科です。で、これ、例えば血液、腫瘍、心血管内科なので、私たち腫瘍内科も血液のご病気ですね、白血病とか、リンパ腫などを見るかといいますと、私たちは固形腫瘍を主に担当しています。血液の先生方はまたその血液の専門ということで、こういった総合診療科になっています。で、これは九大の特徴ですけれども、この血液腫瘍心血管内科だけでなく、この免疫抗原病感染症内科も合わせて一つの第一内科という大きな診療科です。その分、例えば、がんの患者さんで心臓が悪い方がいらっしゃったら、この心血管内科の先生方に相談したりとか、あとは免疫関連のことだと、この免疫抗原病内科の先生方に相談したりとか、こういったところが私たちの特徴かと思います。で、こちらは2020年度当院における腫瘍内科の受診病名と、あとその数になっております。多いのは大腸がんの方、胃がんの方になりますけれども、その次には非消炎系、細胞肉腫ですね、脂肪肉腫とか平滑筋肉腫とか、そういったような、患者さんになります。その後食道がんの方になって、また原発不明がん、あとは甲状腺がん、神経内分泌がん、あと頭頸部、胆道、膵臓、そしてまたネットといわれる神経内分泌腫瘍、小腸がん、肛門管がん、このように赤線を引いているのが希少がんと分類されるものになりますけれども、ご覧いただくようにさまざまな希少がん患者さんの治療を行わせていただいております。で、その他腫瘍内科にご紹介になる具体的な例についてお話ししたいと思います。例えば透析患者さんでがんの抗がん剤治療が必要という時、やはり抗がん剤の専門的な知識等が必要になってきますので、そういった場合は私たち腫瘍内科にご紹介になることが多いです。その他、脳梗塞や心筋梗塞の起用や腎不全、このような併存疾患が多い方、また特殊な併存疾患、つまり骨髄形成症候群や自己免疫性溶血性貧血など、特殊なものがある方、あとは重複がんですね、胃がんと大腸がん、2つ同時にお持ちの方、胃がんや大腸がんお持ちの方などです。あとは手術を目標として、治療強度の高い抗がん剤治療を積極的に行う場合、この辺りもやはり抗がん剤の専門的な知識が必要になることもありますので、ご紹介になることがあります。また現在高齢化の時代になりますけれども、高齢者の中でも、その中でもかなりご高齢、つまり85歳以上の方などもご紹介になります。あとは小児で多い腫瘍が成人の方にできた場合ですね、このような場合は小児科の先生方と協力しながら治療を行っています。あとは冒頭で西立さんの方からもありましたように、確定診断がどうしても使わない、そういった方でご紹介になるということも時々実際にございます。そういった場合でも私たち本当に他の診療科の先生方の知恵や病理部の先生とも協力しながら、なんとか治療法を提示できるように努めております。これは九州大学病院のがんセンター臓器別部会というものになります。これは各病気ができる場所ですね、臓器別にいろいろ月1回とか2回とかそれぞれ専門家の会議が開かれています。で、九州大学病院にはこのように各臓器ごとに、部会があります。で、下線がを引かせていただいているのが、私たち腫瘍内科がメンバーとなっている部会です。もちろんその部会の種類によっては、エフォートっていうのは、エフォートっていうか、貢献度っていうのは、それぞれ強弱はありますけれども、このように、様々な臓器の、メンバーとなっております。その中でも、こちらに記載させていただいてます、骨軟部、腫瘍がん部会、これは、
骨軟部部会に小眼部会が新しく併設される形で2018年7月より開始しています。これは希少眼のための部会ということになります。メンバーとしては肉腫など希少眼を多く見られる整形外科の先生に加えて、私たち、あとは放射線診断の先生、核医学専門の先生、そしてこれは TOEIの特徴ですけれども、放射線治療医の中でも九州国際重粒子線がん治療センターの先生も足を運んで参加くださっています。あとは希少がんの診断には絶対欠かせない病理の先生、あとは薬剤師さん、看護師さんからなっております。総括ですけれども、腫瘍内科の役割と少し広げたところで、お話しますと、病院の体制に応じてさまざまながんの抗がん剤治療を行っています。病院として対応できない希少がんがないように、砦として、意識して、診療を行っています。特殊な状況における抗がん剤治療についても検討しております。また各診療科と連携協力し、さまざまながん種の抗がん剤治療を含む集学的治療を、検討しています。これはご覧いただきましたように、本当に九州大学病院にはいろんな診療科の先生が実際いろんな希少がんを私たち以外にも見られているという状況があります。そういった先生方から連絡があったりとか、一緒の会議の場とかで少しでも私たちがこう知恵を出せるところがあって貢献したいというふうに思ってますし、このように直接患者さんを拝見する、つまり直接的だけでなく、間接的にも希少がんを含めがん治療、がん患者さんの治療に貢献したいというのが、思ってますし、役割かと思います。続いて、がんセンターの組織図についてお話しします。先ほど、このがん臓器別部会ということは、お話ししました。で、ここにありますように、希少がん部門というのがありまして、その中で、希少がんセンターがあり、希少がんホットラインというものがあります。まさにこれ、加藤さん、国立がん研究センターの希少がんホットラインを、発端に、当院でも、開始させていただいたものになり、2021年の5月より、行っております。で、希少がんホットラインは、何でも希少がんについて、患者さん、ご家族、医療者から、相談をいただけるような、窓口になっています。で、こちら、写真がありますけれども、このようにホットライン専任の本当に経験豊富な看護師さんが電話を持って対応をさせていただいております。あとは私たち腫瘍内科が内科系コーディネーターとして、また整形外科の先生が外科系コーディネーターとして、いろいろこの中の状況を整えるような役割を担っております。で、こちらにも表示させていただいてますように、やはり先ほど申し上げたように、希少がん本当に院内全体で拝見している状況です。ですので、やはりいろんな希少がんに対して院内どの診療科でもこう対応させていただくことによって、全て希少がん患者さんモーラーをさせていただけるような体制づくりを行っております。これはその例ですけれども、いろんな臓器の腫瘍がありますけれども、実際対応可能な診療科、また担当の先生、その連絡先というような、このようなリストを全てのがん種において各診療科の先生の協力のもと作成し、先ほどお話しした、この対応窓口の看護師さんがいつでも連絡できるような、そういった体制を作っております。で、これが希少がんホットラインの相談状況になります。2021年が102名、2022年が111名の方からご相談をいただいています。ご相談者の居住としましては、やはり福岡県内が多いわけですけれども、このように九州、山口、沖縄を中心とした県外も多くおりますし、やはりさらに遠方の方からご連絡いただく場合もあります。で、実際例えば他の全国に今希少がんセンターができていますけれども、そちらの希少がんセンターの希少がんホットラインから当院のホットラインの方に連絡いただいて、私たちの方で対応させていただく。それは患者さんの居住の場所によって
やはり問いの方が近ければということでのご紹介になるんですけれども、そういった連携も少しずつできていってるのかなというふうに感じます。でこれが希少がんのネットワークケースを目指してということで、やはり今先ほど例を申し上げましたけれども、このような病院間の連携というのは希少がんの診療において非常に重要ではないかというふうに考えています。全体がいきなり一つネットワークを作るというふうなのは難しいと考えており、まず私たち九州大学の役目としましては、この九州、沖縄、山口において一つの小さな円としてのネットワークを作って、そしてその上で他の地域の希少がんセンターや各病院さんと連携していくということで、効率的な希少がんネットワークができてるんじゃ、できるんじゃないかなということを、考えております。実際それを目指して、先月ですけれども、第1回の九州、沖縄、山口における希少がん診療連携に関する、会議を開催しました。これは各都道府県の主に大学病院、福岡県内においては九州がんセンターさんと等になるんですけれども、そこで実際これに賛同いただくような方々に集まって、ウェブですけれども集まっていただいて、いろいろ意見交換をしたりとか、実際どういうふうに情報をお互い共有していくかということを話し合い、実際これもう動き出しているという状況です。で先ほど高橋先生の方からもありましたけれども、当院も国眼治療さん中心のマスターキープロジェクトに参加させていただいてます。このように TOEI のホームページにも、ご紹介しております。で実際これは本当に私たちにとっても大変重要なものになっておりまして、これはマスターキープロジェクトに、並んでこういった福祉研といわれる知見が、実施されております。ですのでこのような知見というのは特に希少がん患者さんにとって、まあいわゆる保険診療で行うのとはまた別のプラスアルファの治療の選択肢になり得るということで、このような知見を当院としても積極的に推進することによって、まあ、主に先ほど申し上げた、まあ、九州、沖縄、山口が、まあ、地理的に近いですので、そのような、患者さんの、まあ、役に立てていけたらというふうに思っています。であとは希少がんに関する研究ということです。これは臨床研究ということになりますけれども、まあ、当院で治療を受けられた、まあ、ご高齢や心臓の悪い肉腫患者さんの治療をこのような、まあ、論文という形で報告することによって、将来の患者さんの治療の参考資料の一つになることを目的として、こういった活動も行っております。あとはやはり大学病院は研究機関のミッションも持っておりますので、このような基礎研究ということで希少がんの希少ながんについて病態解明を行い、新しい治療につなげることを目指しております。まとめのスライドになります。希少がんにおける腫瘍内科の役割、まあ、九州大学病院においてはということです。やはり一番の要はこの診療のところです。目の前の患者さんを一生懸命見させていただく、また本当に希少がんを診療するためには勉強や他の方々の知識っていうのもやっぱり教えていただくことによって、自分たちも成長しながらより良い診療を目指していくということで、これがやはり一番要になっていると思います。であとは先ほど申し上げましたように、まあ、院内連携、これによってさまざまなところで直接的間接的にこう役に立っていくことをベースとしています。あとは先ほど申し上げた研究のところです。でこのマスターキープロジェクトは、まあ、両方に関わってくるようなものかなというふうに思っております。あと申し上げました希少がんホットライン、まあ、ネットワーク形成というのも非常に重要です。そして今回参加させていただいてますミートゼエキスパートのように、まあ、希少がんを知ってもらう社会活動を行っていくということも、まあ、希少がんの全体を考えたときに非常に重要じゃないかと思って、できる限りいろんな機会で取り組んでいけたらというふうに思っています。ご清聴ありがとうございました。土橋先生どうもありがとうございました。
九州大学さんには2019年から明石先生、馬場先生をはじめたくさんの方先生方にご協力いただいて、で地域の気象がんセンターとしてモデルを示していただいて本当にありがとうございます。後半の Q&A では、地域気象がんセンターの役割っていうのと、あとは気象がんの臨床治験ネットワークを形成したらどう形成するにはどうしたらいいだろうかっていうことが多分議論になるかと思いますので、その時よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。島井先生、はい、はい、では島井先生どうぞ自己紹介からよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私、国立がん研究センター中央病院腫瘍内科の下井と申します。がんセンターに赴任して11年目か2年目になるんですけれども、腫瘍内科医としてがんセンターに来て研修して、今診療をさせていただいております。そもそも、気象がんということだけではなくて、腫瘍内科っていうものがですね、どういった形でトレーニングしてどういうふうに専門性を持っていっているのか、そこに関してですね、私の方から少しご説明できたらと思ってお時間いただいております。よろしくお願いいたします。まずこれまで高橋先生も土橋先生も話してくださったんですけれども、気象がん社会上の今の問題点は何かというお話をさせていただいて、そこに対する腫瘍内科医がどういう形で専門性を磨いていっているのか、そういった研修生から今の私たちの診療に関するお話、そして今後気象がんに対して治療を、新しいより有効な治療を開発するにはどうしたらいいか、そこに関したお話をしたいと思います。まず人物をずらっと並べておりますけれども、こちら私たちの腫瘍内科のメンバーでございます。主に常勤で診療している10人のスタッフに加えまして、他の部門との併任をしている医師、非常勤の医師、また今トレーニング中の医師たち、また薬剤師さんたちという形で、多くの医師や薬剤師さんたちとチームを組んでですね、診療に当たっているところでございます。国立がん研究センター中央病院腫瘍内科の今の診療数ということで書かせていただいておりますけれども、2018年から2022年、少しコロナウイルスの影響もあって診療数に制限が出た3年間ございましたけれども、昨年度に関しましてはですね、少し回復が見られたところでございます。受診された方のうち、特に診療させていただいたセカンドオピニオンではない方というのは、主に1100人から1300人ぐらいだったのが、昨年からは1700人ぐらいに増加いたしました。その一つが泌尿器がんも私たち担当しているということで、乳がん、婦人科がん、泌尿器がんという比較的患者さんの数が多い顧問ながんと呼ばれるがんに加えまして、以前から希少がんと呼ばれるがんを診療しております。先ほどお示しした、今年からちょっと人数もスタッフ増えたのですけれども、以前は8人から9人ぐらいで、およそ500人、600人という希少がんの患者さんの初診、ご紹介を診療させていただいてきておりました。この希少がんというのは、一般的に10万人あたり6人未満のですね、年間の発症数のがんというヨーロッパの基準に照らし合わせまして、2008年、2011年の院内がん登録の、患者さんの頻度から、どのぐらいが希少がんの数としてあるかということを推計した論文に基づいて記載しますと、およそ 9% もしくは 22% ぐらいががんにおいて、希少がんに分類されるということがございます。ただ、希少がんの中でも患者さんの数が多いがんと、さらにはもっともっと少ないがんというものにバラエティがあって、トータルで見ればというような言い方になるわけでございます。その中で比較的患者さんの数が多い筋肉や骨から発生する骨軟部腫瘍というのがございますけれども、この診断に際して疾患の分類が WHO という組織から本が出されております。この筋肉とかから発生する軟部腫瘍、いろんな全身至るところから出ておかしくないわけでありますけれども、例えば脂肪から出るがんであったり、血管から発生するがん、そういった形で
さまざまな分類があるわけでございます。一つの骨軟部腫瘍といってもですね、かなり多くのバラエティに富んだ組織の種類、いろんな形をした組織の種類を最終的にはこの疾患であるというふうに病理の先生が診断してくれるからこそ、私たちは初めてそのがんであると認識をして、そのがんに対する最適な治療を検討することができます。逆に言うと、病理の先生、病理科の先生が診断をつけてくださらないと希少がんと認識されることがないわけであります。例えば悪性軟部腫瘍、こちらがですね、病理の専門の先生、肉腫を悪性軟部腫瘍を見ている専門の先生ではなくて、他の一般的な病理の先生とで診断にどのぐらい食い違いがあるかというような報告が過去からなされております。フランス、イギリス、アメリカ、そしてがんセンター中央病院で厚生労働省の科学研究費に基づいて行った研究結果というのが公表されております。2019年に公表されております。ここにおきまして、この赤いところが一番ポイント問題になるんですけれども、こちらは病名自体が異なったという割合でございます。つまり一般的ながんをあまり見ていない病院で診断されたのと違ってですね、この悪性軟部腫瘍をよく見ている専門の病理の先生が見ますと、病名が全然違う、まあ、すなわち治療が異なってしまうような患者さんの割合というのは、世界でも2割ぐらいいらっしゃるわけですし、日本でも2割ぐらいいたというようなデータになりました。そうしますと、まあ、診断が違えば治療も異なるということでありまして、まあ、いかに病理の先生が大事かということでもありますし、がんセンター中央病院の方で希少がんを多く見させていただいているというふうに考えていますけれども、その人数の多さというのの一番の大きな要因は、診断を希少がんか、顧問ながんか、どういったがんかということをちゃんと特定してくださる専門の病理の先生がいらっしゃるというところが一番大きいわけでございます。一方で、まあ、どういったがんでありましても、完全に治る場合と、治らない場合というのがございます。多くの場合、がんが治るというのは、がんを根絶するための最適治療を行って、その上で、まあ、5年とか経っても再発しない場合を治ったというふうに通常考えるわけでございます。その完全にがんをなくす治療の一番最たるものというのが、ほとんどは手術で取り切ることでありまして、例えば頭に発生したがんでありますと、まれながんであったとしても手術で取り切ることができるかできないか、ここは外科の先生が、がんの種類にあまり大きく依存することなくですね、切れるか切れないか考えてくださることが多いです。お腹の中におきましても、泌尿器の先生であったり大腸の先生であったり、まあ、そういう外科の先生が取れるか取れないか、まあ、そこを判断されることが多いわけでございます。一部のがんでは放射線治療が非常によく効くので、手術の代わりに放射線がいいですよということが分かっているがんもございます。また一部少ないがんでは抗がん剤治療によって全部がんを根絶することを目指すというものもございます。特に手術ができない、放射線治療もできない、病気が至るところに広がっている、そういった場合に誰がその病気を見ることができるでしょうか、診療ができるでしょうか、まあ、そこが一番問題となることが多くて、希少がんとなりますと、胃がんや大腸がんだと消化器内科の先生が私たち見ますよというふうに言われるものの、胃から発生した稀な癌だった場合に、ちょっと自信がないなとおっしゃる場合もあるわけでございます。そうすると、そういったような疾患、腫瘍内科医が担当しますよということで対応させていただく場合が多くございます。希少がんの今問題点をお話しさせていただきました。まあ、腫瘍内科医がですね、希少がん診療の最終的な、引き受け手として対応させていただくというようなシステムが整っていると、希少がん診療がうまくいっているというようなことが多いんじゃないかなと思っております。じゃあ腫瘍内科医はどうやってスキルを磨いていくのかというのが次のお話でございます。よくいろんな病院からの患者さんでお伺いすることが多いのは、希少がんはエビデンスがない、治療法がない、見たことない、ないないないというようなお話をよく聞いております。ただ実際に正確な言葉としてはですね、エビデンスがないとかではなくて、エビデンスが少ない、
希少がんであっても少ないものからですね、まあ、ある程度データが多いものまで混在しておりますので、一番重要なのはこの適切なデータ、過去にどういった治療を行われたかというデータを検索して 最良な治療を提案する能力、これを磨くことがですね、希少がん診療、特に腫瘍内科医、手術や放射線治療が難しい病気の状況の方に治療を提案する能力じゃないかと思っております。例えば治療法どちらがいいですかというのはですね、2つの治療法を比較するというような研究が必要であります。今までの再量治療に対して新しい治療法が良いのかどうか、まあ、そこをですね、2つの治療法を比べてみたときに、こっちが新しい治療法なんですけども、今までの再量の治療よりも新しい治療法の方が成績が劣る、何年時点で病気が悪化していない方の割合というような場合でも劣ってしまうというデータになってしまうと、いくら新しい治療がいいですいいですと言っていても悪い結果だったということも証明されてしまう場合があるわけでございます。なのでやっぱり臨床研究という形で新しい治療法が本当に有効かどうか、それをちゃんと確かめていくということはいずれの場合でも必要になっております。患者さんが少ない場合ですと、仮想のこの標準治療、今行われている治療法でどのぐらいの成績だろうかということを見積もって、そして新しい治療法が行ってみたらこのぐらいの成績だった、通常考える治療法よりも良い成績だったので新しい治療法の効果があるんじゃないかということで、検討していく方法もございます。私たち腫瘍内科医は手術もできません、内視鏡検査ができるわけでもありません、放射線治療もできないということで、じゃあ一体何ができるのか、何を磨くべきなのかということで言うと、先ほど来お話ししている過去のどういった治療法が良いかというのを検索するシステム、先ほど土屋先生が、論文報告ということもありましたけども、過去どういった治療を行われてどういった治療成績だったかというのが英文でありますと PubMed というようなページで検索することができます。論文というものを検索することができます。まあ、それらをデータを集めて、どういった治療が本当にいいのは何か、それを検討しておすすめする能力、論理的思考力、そして実際に抗がん剤治療などを行う能力、またそれ以外の症状を取ったり治療の方向性を決めていく能力、まあ、こういったものが必要だということでありまして、これは希少がんであっても希少がんじゃない、コモンながんでも変わらないで必要な能力であります。当院の方はそういう意味では希少がんの診療、手術不能なものは腫瘍内科が主に担わせていただいているということもありまして、河合先生がまとめられた希少がんというさまざまながん、希少がんをまとめた厚い本の中で挙げられている代表的な希少がんの中、85疾患のうち8割ぐらいはですね、5年ぐらいで経験できるよということであります。そうは言っても世界で初めて来ましたというような患者さんも実際いるわけでありまして、まあ、この方はまあ世界で2人しかこれまで報告されたことがないようながんの方だった、子宮に脳のがんが発生したというようなですね、場合もございます。まあ、それに対して論理的に考えるとこれが一番いい治療法ではないかというご提案をしていく、まあ、考え方やみんなの議論が必要というところでございました。最終的に、まあ、希少がんであっても新しい治療法を提案していきたい、そのためにマスターキープロジェクトというのがございます。希少がんの患者さんにいろいろな、バイオマーカー、こういった遺伝子異常や、何かタンパク質の発現があるので、それを抑えに行く抗がん剤治療を行う、まあ、そういったような研究も行っております。15社の、製薬企業さんも協力してくださっております。その中で研究としては今22種類の治験、ほとんど、個別の希少がんでなくてですね、希少がん、いろんな希少がんをまとめてといったようなものも多く行われておりますけれども、治験が実施してすでに終わったものもございますし、一部はですね、非常に良い成績であるということで、アメリカの臨床腫瘍学会の雑誌、有名な雑誌の中でも報告されているところでございます。そんな中、今現在進行中でありますのが、まあ、日本で年間数まあ、10例いかないぐらいの患者さんじゃないかという方々に対する新薬の治験というのを、東北大学病院さん、そして愛知県がんセンターさん、九州大学さんと一緒にですね、行っている治験もございます。類上皮肉腫に対するタゼメトスタットでございます。ぜひとも患者さんいらっしゃったらご相談いただけたらと思っております。
治験を検討しないと新しい治療を患者さんにご提供できないということで、私たち腫瘍内科医というのはですね、新しい治療開発だけではなくて患者さんと伴走していく医者だと思っております。そういった腫瘍内科医もですね、頑張っているけど評価されないとなると、最終的にバーンアウトも問題ということで、まだまだ認知が少ない診療科医師ではありますけれども、ぜひとも頑張っているところをですね、認めていただけたら嬉しいなと思っております。本日のまとめでございますけれども、希少がん診療は病理の先生が診断して初めて始まるわけでありますけれども、特に腫瘍内科医は切除不可能な、治ることは難しいがん患者さんのどういった方針がいいか、それを決めつつさらに実施する薬物療法を行うという、対処を行っている医師でございます。今後ですね、希少がん診療することはどういったことが社会的に医師としても評価されるかというところも実際必要なんじゃないかと思っているところでございます。ご清聴ありがとうございました。下井先生どうもありがとうございました。下井先生は2014年の希少がんセンター開設の時ちょうど研修医でいらっしゃったんですけど、そこからずっと私は一緒に走ってきたようなイメージがあります。で、10年間多分やられたので、ほとんどじゃないけどたくさんの希少がんを見ていらっしゃったんじゃないかなというふうに思ってるんですが、ありがとうございました。今日は貴重な講演さんの先生方どうもありがとうございます。で、西舘さんの方から3人の先生方の話を聞かれて何かご質問とかございますか？はい、ありがとうございます。そうですね、ちょうど今日先ほどメールを受けたところで今月ですね、9日の日に、ゲノム医療法というのが閣議で、可決されまして成立しましたけれども、今後患者会としてもゲノム検査をですね、パネル検査ですけど時期、受けられる時期それから回数金額などをですね、これから要望して下げていくと、回数を増やしていくと、で時期も早い時期から受けられるようにと、そういう要望を出していくと思うんですけれども、今現在ですね、地方で、診療を受けている方で、ゲノム解析を受けたいんだけれどもということでご相談して、先生方の病院へ、来られて受けている、ゲノム検査を受けているって方って大体どのぐらいいらっしゃいますかね。現状として、今どんな感じなのかというのをちょっとお聞きできればと思うんですが、いかがでしょうか。じゃあ、東北大学の高橋先生、そして次に九州大学の土橋先生にお答えいただきましょうか。じゃあ、高橋先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。NSC パネル検査に関しては、全体で言えばですね、今、私たち毎週とですね、20数例の検討を行ってますので、月で言えば80例から100例程度ということですが、私のスライドでお示ししたけど、希少がんの患者さんということで言いますと、電子パネル検査の適用、行う適用に関しては、希少がんの患者さんの場合には、薬物療法を開始する時点で、施行が可能ですので、いわゆる一般的な大腸がんや肺がんの患者さんに比べて、希少がん患者さんの場合には、なるべくがん遺伝子パネル検査を受けていただくようにしています。土橋先生、お願いします。ありがとうございます。実際他の施設の先生方から患者さんのがんゲノム検査目的でご紹介になるということはあってます。ただ今がんゲノム中核拠点病院とあと拠点病院とあと連携病院という形でゲノム検査自体出せる病院の数っていうのは増えてはいますので、そのあたりでは前に比べるといろんなところで出せるということでこの当院に紹介になる方っていうのは少し数は減ってきてるかなと思います。ただやはりゲノム検査自体そのいろんな病院に出せるようになってますので、やはりその数っていうのは増えてますし、エキスパートパネルっていうそのゲノムの会議を行える病院っていうのは限られてますので、やはり当院の方でもそういった一緒に行わせていただく、患者さんですね、週それぞれ波はあるんですけれども、やっぱり20例とかですね、週でいうと、そのくらいは合っているという状況です。西舘さん、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。数が、増えているという話もあって非常に安心しました。私たち RCJ の方で希少がん患者さんのアンメットニーズ調査というのを行ったときに、やはり治験に対する皆さんの意欲がだいぶこう下がってきてしまっているという結果が出てましたので、パネル検査を受ける方ももしかして減ってるんじゃないかなということをすごく心配してたんですけれども、上がってきているということで、大変安心しました。はい。それとやはり私今ジストの患者会をやってますけれども、ジストの方でもですね、イマチニブが効かなかった場合、標準治療があるので3つお薬があるので、それが終わるまでもしかしたら使えない、パネル検査受けられないのかもしれないんですけれども、イマチニブが効かなかったという時点で何かこう、違う変異を疑ってパネル検査を適用になるとか、そういった対応ということはどうなんでしょう。その患者さんに合わせて、こう対応を変えてるってことはされているんでしょうか。私からでよろしいでしょうか。はい、リスの患者さんに関しましては、いわゆるキットの遺伝子変異は別個に調べることができるんですね。ですのでそれは保険診療内でできるんですけれども、基本的にはそれを行うのが最初かと思います。キットの活性型変異があるという症例に関しては、基本的には細かいことを言いますと、少し変異の場所でイマチニブの効果の高い低いというのがあるんですが、いずれにしてもキットの活性型変異によるものであればですね、実は遺伝子パネル検査はその方を行う必要性というのはそれほど高いわけではないというのが正直なところです。少し抵抗性の変異などが見つかることはありえますけれども、ではその抵抗性変異があったときに次の薬剤選択という意味で、なかなか残念ながら今のところは候補になるものが多いわけではないですので、実質の患者様の場合、どちらかというと、遺伝子パネル検査を進めるとすれば、キットの活性型変異がない症例ですね、大体 10% ぐらいで、キットやもう一つ PDGFRα の変異がない方がいらっしゃるんですが、その中の方で、私のスライドでも少し触れましたけど、NTRK の変異であるとか、あるいは BRAF 遺伝子の変異の方がいらっしゃることがあって、なので、逆に C キットの変異がない方には、電子パネル検査を積極的に推奨するという形に導入しています。はい、ありがとうございます。いいですか。どうぞ。はい。はい、すいません。すいません。ちょっとジストのね、お話になっちゃって、ジストでない皆さんには申し訳ないなと思うんですけれど、やはりその遺伝子パネル検査というのをどういうふうに活用していくかというのは、そのジストの例をぜひ参考にしていただきたいなと思ってまして、で、こういった質問もさせていただくんですけれども、例えば、九州九大病院の方とか、ではいかがでしょうか。そうですね、ありがとうございます。今本当に根本的なところは高橋先生がおっしゃったところと同じなんですけれども、やはり遺伝子検査ですね、例えば最初のご病気はこれって、その後再発してしまったという、そういった再発してしまったものとか、あとはもう治療抵抗性になったものですね、そういったものの時にもやっぱり遺伝子検査は出したいなというふうには思います。もちろん最初のものでも結構予測できる場合ありますけれども、やはりそれが効かなくなったものがどういった遺伝子変異が入っているか、中には新しい遺伝子変異を獲得してそれが治療の対象になるということもあると思いますので、本当にそのあたりは患者さんにとか状況に応じてというところはもちろんあるんですけれども、さまざまなシチュエーションで、やっぱ検討は必要かなというふうには考えています。ちょっと漠然としたお答えになってしまったんですけど。はい、すみません、私もちょっと漠然とした質問でした。申し訳ありません。ありがとうございます。全く、大丈夫です。はい。希少がんってなかなか治療法がなくて、薬がなかったりしますけれども、今後、いくつもの希少がんで、原因となる遺伝子変異が見つかって、お薬が使われるようになったときですね、患者さん、皆さんで
遺伝子パネル検査、今の現状ですと一度しか使えないですし、使うタイミングとかいろいろ考えなきゃいけないと思うので、ぜひそういったことも私たちチストの経験がですね、お役に立てればと思ってますので、参考にしていただければと思いまして、質問させていただきました。あとチャットの方にも入っているようなので、加藤さん、そちらの方からも。今回事前質問を皆さんからいただいたんですが、個別のがん種に関する質問が非常に多くて、それに関しては今後、例えば7月7日であれば中皮種、7月21日であれば肉種というのがありますので、そちらの方で回答させていただきたいと思います。で、ここの Q&A に3つの質問が入っているんですが、一つは患者会も下井先生のような先生方に感謝を伝える場を持たないといけないですねっていうことなので、多分下井先生だけじゃなくて、今日出た高橋先生、須橋先生にも多分感謝を持ってるんだと思いますし、 Q&A なんですが、先生方は見ていただけるかと思うんですが、どうしましょう、私の方で割り振ってもいいのか、僕はこれを答えるっていうのであれば多分得意不適があるんですが、いかがでしょうか。じゃあ下井先生、臓器を限定しない抗がん剤の開発は希少がん患者にとって大変心強い取り組みです。2点を教えてください。治験情報に患者がたどり着くにはどのようにしたらいいでしょうか。これはよく西舘さんがテーマに挙げられている問題です。あと、新規の薬剤開発にあたって患者会に何が期待されることがあるか、患者会に何が期待されることはありますか。これもよく出てくることなんですが、下井先生の方からご回答いただいてよろしいですか。ありがとうございます。治験情報の患者さんに分かりやすい治験情報の提供っていうところが現実問題として、今のもう日本全体のがん診療、他のがんも以外もですね、含めた医療の少し課題になっているところがございまして、治験情報、医療者もなかなか検索が難しいというのが今でございます。アメリカですと比較的患者さんも調べやすい、医療者も調べやすい、そんな調べるコンテンツというかですね、ページがあるんですけれども、なかなか日本だと一応一括にまとまるように今集約化というのが試験情報はされてきているんですけども、非常に見づらいというかですね、検索しづらいというのが問題になっています。で、そういったところを少し解消するように、例えばですけれども、民間の団体の方がですね、分かりやすい情報提供してくださったり、まさに西舘さんのようなジスターズの方々が実装の今の新薬開発治験情報、そういったものを教えてくれているということもございます。もう一つは学会なんですけれども、例えば悪性ナブ腫瘍であれば J スターというような悪性ナブ腫瘍の学会、サルコーマの学会が治験情報を載せていたりします。結局はそういうバラバラなところで一番アクセスしやすいところをチェックしに行くというのが今のやりやすいところの問題になっておりまして、そこのところはまだ課題であるというところをもとにですね、一番たどりやすいということで言うと、そういう学会のホームページや、もしくはがんセンターのマスターキーのページを見ていただく、そういったところが一番良いのかなというふうに思っております。そしてまさにその患者会に期待させていただくところとしては、そういった皆さんがみんな情報リテラシーがあってすぐ情報にアクセスできるわけではないので、できればそういうものを共有していただけるとみんなのためになるということが一つと、もう一つはですね、今最近西田さんもすごくおっしゃっておられると思うんですけども、ドラッグロスという言い方になって、ドラッグラグじゃなくてドラッグロスだと、アメリカやヨーロッパでは開発されるお薬が日本じゃもう開発もしないぞというふうに日本飛ばしになってきている現状がございます。そこに関しては私たち医療者も、このお薬なんで日本で開発してくれないんだっていうのを製薬企業さんに訴えに行く、そういう活動をお願いしたいことに加えて、政治家の方々や政府の行政の方々にぜひともそういった新薬開発を日本で行うことの良さのアピールと、そしてやることの日本で開発することのインセンティブを企業が感じてくれるようなプレゼンテーションの実際土台作り、そういったところに関してぜひとも協力していければということがございますので、ぜひともご一緒にお願いできたらと思っております。下井先生ありがとうございます。
実は30分でここのセミナー終了なんですが、ちょっと私の不手際で。すいません。いえ、なんですか、こういう機会なかなかありませんので、すいませんが、もう、そうですね、45分までお付き合いいただけたらというふうに思います。ご視聴されている方々は、もしご都合が悪ければ、もう退出していただいて構いません。後日、動画等で発信していきたいと思いますので、ご了承ください。今のことに関して、高橋先生、土橋先生から何か追加のコメントとかございますか？いや、ほぼ渋井先生に、はい、お話しいただきましたので、ほとんど追加するところはないんですが、やはり患者会さんに何か期待されることということでありましたら、やはりぜひこういった治療比率が必要なんだというですね、そういうメッセージ、需要があるんだということを積極的に発信いただくとですね、政府や企業に関してもアピールになるかなというのは私も感じております。私さっき下井先生が言った類上皮血管肉腫の治験のことなんですが、おそらくそういうのを広げるためにはこういう希少がんセンターとかね、希少がん密接エキスパートでそのがん種の名前を周知していくということと、こういう場を使って治験っていうか全国いろんな施設で必要なんだよっていうのを声を上げていくことが必要なんじゃないかなというふうに感じておりますので、西立さん、開会の挨拶でおっしゃってくださったこの気象がん密接エキスパートの重要性っていうところとも一致するかと思いますので、積極的にやっていきたいというふうに思っております。あと気象がんとがんゲノム医療については、今後この気象がん密接エキスパートで取り上げていきたいというふうに思っておりますので、では、Q&A なんですが、はい、ありがとうございます。これは土橋先生と高橋先生に答えていただきましょうか。先生方は分かりやすいご講演大変ありがとうございました。希少がんについては先生方のようなある程度のハイボリュームセンターでなければ治療経験を積み重ねることは難しいかと思いますが、腫瘍内科が内科か多分日本臨床腫瘍学会のことだと思いますけどもにおいて希少がん治療を集約化する方向で検討されているのでしょうか。その場合がんの種類あるいは地域施設によってその疾患の専門家と腫瘍内科との間で相互が生じる、例えば腫瘍内科は対応できるが専門家には専門がおらず手術ができないなど可能性もあると思いますが、そういった観点から今後集約的な希少がん治療はどのように進めるのが望ましいかをご教授していただければ幸いですということですので、そのあたり高橋先生、土橋先生からコメントいただけたらというふうに思います。じゃあ私からよろしいですか、ね、お願いいたします。はい、大変鋭いご指摘だと思います。今私ども協賛からされている他の二方の先生も含めて臨床腫瘍学会というのがメインの学会なんですが、私が把握している限りでは希少がん治療を主役化しようというですね、目立った動きはあるわけではないかなというのが現状かと思います。というのは少し複雑なところがございまして、このご質問者のご指摘もありますが、今日参加されている施設はですね、比較的希少がん診療を積極的に見ている腫瘍内科がいる施設だと思うんですが、腫瘍内科とは一口に言ってもですね、各臓器の専門の、内科医といいますか、薬物療法を中心に見ているという腫瘍内科医の先生も多いので、必ずしもですね、腫瘍内科医全員が希少がん診療に非常に詳しいとは限らないというのが、なかなか現状、課題の一つかというふうに思います。ですので、ご指摘のように、施設によってはですね、希少がん、ある程度見ることは可能でも、ある疾患は得意だけど、ある疾患は得意じゃない、あるいは、薬物療法はできるけど、手術がちょっと難しいとかですね、その逆とか、そういったギャップっていうのは、ある施設はある程度あるかと思います。ですので、すべてですね、どの疾患、でも例えば手術、放射線、薬物療法全部対応できるかというとそうでないところも結構あると思いますの で、私の考えとしてはやはりある程度の集約化というのは必要なんだという。で、一方でかといって例えばですね、全国で一つだけとかっていう、例えば国立がん研究センター中央病院さんで全部診療できるかというとそうではありませんので、ある程度集約化とある程度の地域での診療ですね、
で、おそらく、まあ、人口にもよると思うんですが、県で、まあ、1つか2つですね、のやはり、拠点、あの気象がん診療としての拠点病院というのは、私は必要かなというふうに考えています。それをあの1つか2つに集約化して、しっかり、そこでは全て治療できるというのを目指すべきだと思うんですが、まあ、今現状はまだそこまで全国的にできてないかもしれませんので、そこはあのこれからの私どもの課題かなというふうに考えています。ありがとうございます。土橋先生、コメントございますか？ありがとうございます。あの本当にこのご質問、あの確信をついているあのご質問と思います。あの特にその例えば手術があの薬物療法はできるけれども手術ができない場合とか、まあ、そういったいろいろこう本当にその病院のまあ総合的なところを、まあ、あのかつまあ詳細に把握してこう有機的な気象がんの集約化を目指すっていうのは、これは本当に一番あの、まあ、理想に近いような形のところじゃないかなと思います。あの、まあ、本当にそこに、まあ、あのまだあの到達してない状況だとは思うんですけれども、まあ、あのそこに向けてあの、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、例えばあの国立がん研究センター、あの中央病院さんがあの中心となって、あの、まあ、がん情報サービスというところに、あの、まあ、軟部肉腫とか、あと目の腫瘍とか、あの神経内分泌腫瘍とか、そういったものに関しては、あのどこの地域でこうどういった病院があの見れるよというような、そういったあの情報公開サービスですね、ここはもう下井先生がおっしゃるところかもしれないですけど、あのあったりはあのして、まあ、そういう動きがありますし、実際あの、まあ、あの厚労省の研究班という形で、あのやはりあの甲斐先生方がこう温度を取られて、まあ、そういったあのいろんな施設のあのが参加して、そういった、まあ、気象がんの適切な集約化みたいなところですね、まあ、集約化本当にどこまでするかという、まあ、議論とかも含めて、まあ、適切な集約化っていうのを目指した今あの活動がまさにオンゴーイングであの動いている状況かと思います。なので本当にこのあたり、あの未来へ向けたところっていうようなところになるかなと思います。まあ、本当にそういった議論をあの重ねていく中で、まあ、何が実際こう本当に適切に集約すべきものなのかとか、どこまですべきものなのかっていうのがあの見えてくると思いますので、本当にコミュニケーションを取ってこう議論を重ねていく、その中で最終的にたどり着く、まあ、抽象的な言い方ですけど、やっぱりそういうのがあの大事なのかな。それには、まあ、いろんな方が意見を出し合って、医療者だけじゃなくて、まさにあの患者会の皆様とか、まあ、その他関わられる方とかですね、やっぱりいろんな方の意見というのがあの大事になってくるのかなというふうに思います。土橋先生、ありがとうございます。でもう一つ質問が入ってるんですが、ちょっと時間の関係上、これはですね、ちょっとあの下井先生に対する個別のものですので、後でちょっと下井先生に回答させていただいて、あの個別にあの回答したいというふうに思っております。以上であの Q&A の方を終了したいと思います。どうもありがとうございました。では閉会の挨拶を安藤先生、あの安藤先生は、はい、あの2019年の日本臨床腫瘍学会で気象がんにおける医療連携とトータルケアを一緒にパネルディスカッションさせていただいたときに、こういう気象がん の, あの診療をどうしなくちゃいけないかとか、集約化をどうしなくちゃいけないか、ネットワークをどうしなくちゃいけないかっていうのを初めてあの議論した場なんじゃないかなというふうに思って、それを思い出しました。その点も踏まえて安藤先生の方から閉会の挨拶よろしくお願いいたします。どうもあの、皆さんあの、遅くまで ご苦労様でした。あの私はあの愛知県がんセンターで薬物療法部、まあ、あの薬物療法部というのはあの腫瘍内科ですね。腫瘍内科、私はあの腫瘍内科医としても25年の経験があるんですが、まあ、一番、まあ、この中で古株です。で、まあ、あの愛知県がんセンターはあの7名の腫瘍内科医でですね、だいたい、ね、年間800人の患者さん、新肝患者さんを、拝見してます。で、大半が、まああの大腸がんとか胃がんとか食道がんとか消化器官をがあの大半でして、まあ、あの去年ですね、去年のあれで見るとですね、まあ、気象がんの患者さんっていうのは大体90名ですね、をあの診療しています。で、あとはそれにあの加えて原発不明がんの患者さんは40名あの診療しております。で、まあ今回ですね、いろいろ、まあ、高橋先生、土橋先生、
それから下井先生ですね、発表されたでいくとですね、希少がんというのは問題は、医療の提供体制ですね、先ほどあった、それをどういうふうにしていくかということと、それから、情報の集約と発信をどうしていくか、これに関しては、最近こういうようなその、ウェブ等での情報発信とか、それから医学的に言えば、例えば下井先生たちがやってらっしゃるマスターキーで、患者さんの治療成績をいろいろ集約化して、みんなで情報共有できるような方向をいろいろ検討しているというところですね。それから相談支援体制に関しては、加藤さんたちがされている、国立がんセンターの希少がんセンターとかですね、先ほどの、土橋先生たちがお話をされた、各地方でのネットワーク作りっていうのもだんだんされてきてる。だから2019年に先ほど加藤さんが言った臨床小学会でシンポジウムを開いた時と比べると、ここの数年でかなりそういうところが整備されてきています。それからもう一点は研究開発というところで、研究開発の中で一番大きいのは、ゲノム医療っていうのが発展してきて、その臓器横断的に、一つ薬が開発されるようになってきたっていうのは非常に大きいと思います。それからもう一個は、国内では具体的には先ほど下井先生が発表されたそのマスターキーに付随して、そういういろんな医師主導治験というか動いて、実際にそれで、あるがん種ではいい治療成績が得られて、いうような治療手段になる可能性がある薬が出てきた、検証されたっていうことが非常に大きいと思います。で、希少がんはですね、希少がんって一括りに言っても、大体、今までの報告でいくと、大体希少がんって呼ばれているものっていうのは、180以上ですね、のがん種があるわけですね。それが、脳とか肺とか、消化器、婦人科臓器っていろんなところに多彩 に分布しているというところです。で、私も希少がんの診療を行っているんですけども、初めて見る希少がんっていうのも、当然その1年に数人の患者さんでは経験します。で、希少がんの患者さん方に知っていただきたいこととして、腫瘍内科医がそういう時に何をしているかということで、先ほど下井先生がお話をされた、いろんな文献を検索して、それで患者さんにとって今の時点で一番いい医療っていうのがどんなものか提供するっていうふうにおっしゃってて、まさにその通りで、私たちもそれをみんなその、そういう努力を重ねてるわけですね。でもう一個はですね、私たちその腫瘍内科医といってもいきなり全部のがん種をですね担当してきたわけではなくて、やはり得意なものですね、例えば私とか、下井先生もそうと思うんですけど、乳がんを中心に腫瘍内科を勉強して、そこから少しずついろんながん種を広げにの患者さんを診療して、それをだんだん自分の得意分野としてきた経験があります。ですから希少がんの患者さんを拝見したときに、全く自分が診療を担当したことのない患者さんであっても、例えば自分たちが慣れ親しんだ、私であれば乳がんなんですけど、乳がんの患者さんのこういうタイプのものが今目の前にいらっしゃる患者さんのがんの、あれに似てるなっていうことを、いろいろこう、なんていうんですかね、類推しながら、それで診療を組み立てていっています。そういうところは地道に腫瘍内科医は、そういうところを非常に得意とするところだということを皆さんに知っていただければというふうに思いました。で、本当に5年前と比べたら、もうこの数年で希少がんに対する認知度とか、それからネットワークとか、いろんな研究とかがどんどん進んできていて、まだまだ十分とは言えないんですけども、この先10年とか経てば、もうちょっと希少がんの患者さんにも安心していろんなところにかかっていただけるというふうに私は思っております。それからそれに向かっていけるように、みんなで
ここでいる腫瘍内科の先生たちと、まあ、協力して頑張っていきたいというふうに思います。今日は西舘さん、それから高橋先生、土橋先生、下井先生、分かりやすい講演本当にありがとうございました。どうも皆さんお疲れ様でした。安藤先生どうもありがとうございました。2019年よりちょっと進歩していると聞いて少し安心したんですが、多分これからは先生方、そして西舘さんの患者会の皆さん、そして行政、あと製薬会社さんと一緒になって治療開発進めていかなくちゃいけないかと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。では最後に恒例の集合写真撮りたいと思います。皆さんにっこりと笑ってくださいね。なんかとってもいい笑顔でありがとうございます。またリクエストさせていただきますのでお願いいたします。承知しました。はい、では皆さん、これで終わりにしたいと思います。ちょっと延長してしまって申し訳ございませんでした。では皆さんありがとうございました。ありがとうございました。